テンがボールをプッシュしました。金丸が右のウイングの位置からここは2ポイントフローター気味に打ってきました。まあ、メイテン選手のスクリーンをうまく使って、おコリンズワスに対して今激しいディナイがあった鶴巻ですが、その後ろからメイテンが打ってきました。コリンズワスからヒックス、そしてラベナです。ラベナに対して平尾、金丸開いた、来た、想定した通りのプレーができたのでナイスオフェンスでしたね。佐々木をスリップしていく名店、金丸が入れ替わってフリースローラインから、まあ、前半それで得点が取れてたので、はい、良かったんですけど、また止まってきたらちょっと考えなきゃいけないですね。しかも茨城はもうファールができない状態です。金丸、うまい、ヒックス、ラベナ、はい、あヒックスのスクリーンでピークはチェックに、さあラベナはどうする、金丸が出てきます。フェイントからふわっというアタック。金丸に山口がついています。そして金丸ここで打ってくる。おお来た。またラベナです。金丸もらいに行く。金丸からヒック。局面に入ってきます。2分切りました。ラベナ、ケネディ、そして金丸、金丸打ってきた。来た。また金丸だ、来た、茨城タイムアウトです。完全に乗ってますね。いいディフェンスのチョイスしますよね。まあ、このシュートはジェイコブセン選手がチェックに来ているので、お構いなしですね。